はいどうも、世界一ストイックな怠け者、てけてけです。はい、突然メンテ開けましたが、はい、今回は、リジュちゃんが二次化したのと、スーパーお得パックという新しい課金イベントが、導入されるということで、はい、皆さんこの左上に、ちょうこめちゃんの猫のマーク出てるでしょうか。制限時間付きの。はい、これ、条件を達成しないと出ないようで、ちょっと条件の細かい詳細わかりませんが、はい、一応私は適当な副賞をこういう風に育成したら出てきました。ちょっと別サバでやってみますか。はい、じゃあこの前引退してしまった美課金編、はい、まだ出てませんね。はい、この状態から適当な副賞を、はい、こういう風に今呼吸育成炭使って育成しましたが、はい、その瞬間出てきましたね。あ、で報酬が廃課金編と違いますね、グレードが。ただ千両育成炭と原稿っていう組み合わせは一緒。ちょっと一回買ってみますか。はい、買ってきました。あ、なんか左下も受け取りになりましたね。これどっち押そう？ちょっと左下押していいですか？あ、なんもないなんなんだ。とりあえずじゃあ真ん中押しますか。はい、受け取れて、あ、消えましたね、猫。これでおしまいですかね、もしかして。1回限定って書いてあったんで、もう出てきませんね。で、アイテムの内容と価格違ったのは、VIP レベルですかね。この美課金は、今、VIP8 で610円のアイテム。はい、ちょっと元無課金編入ってきました。はい、今、無課金引退して、はい、課金するようになって、このサバ今、VIP7 ですね。ちょっと VIP7 でどうなるか。はい、育成して、あれ？あ、今度は育成しても出てこない。育成がトリガーじゃない場合もあるんですか？あれか、強い子育成しないとダメとか。ああ、なんかありますね。新たな育成段階到達おめでとう。弱い子の育成だとこの新たな育成段階っていうのが満たされてなくて出てこなかった感じありましたね、今。で、VIP7 でも610円の305元宝、1020ってことで、あんまり VIP 関係なさそうな感じ。育成レベルが大事なんですかね、もしかして。はい、ちょっと別の検証サバ入ってきました。はい、こちらの検証サバでもすでに、VIP12 まで到達してるんで、はい、廃課金編じゃないので、育成なんかはもうだいぶおろそかなんで、ここで育成したらどうなるか見ていきますか。育成して3680円。VIP 関係なさそうですね。基準がわかんない。誰かわかる方、コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。で、このサバレベルは166と、首相レベルも関係なさそうですね。というのも、さっきの美課金編の方が、首相レベル187あるにもかかわらず、610円で安いやつだったんで、育成具合なんかも、さっき余裕期育成したと思いますが、普通に戦力1700万の余裕期で育成していて、育成具合なんかも、さっきの3680円が出たサーバーより育成してるし、なんですかね。出てくる基準が全くわかんない。また別の183レベルで、はい、こちら VIP11、もうすぐで VIP12 になりますが、はい、こちらのサーバー、試しにこのサーバーの大谷市、戦力1700万育成してみますか。育成炭は別に高級育成炭とか使っても変わんないですよね。ああ、3680円。いや、何なんですかね。VIP レベルプラス育成度合いみたいな2つ見られてるんですかね。試しに全然課金してない願い返しサーバー見に行きますか。この前のモーリちゃん検証したサーバー、こちら VIP2 になってますが、はい、戦力も低いモーリちゃんを育成していって、さあ出てきた。あ、120円。安いの出てきましたね。はい、じゃあ今は懐かしいデスマサバー。こちらも願い返しでしか入ってませんが、はい、VIP7 ありますね。はい、初心追走してしまったヨーユキがいるサバですが、ヨーユキ育成度合い、4000しかないんですが、これ育成すると、あ、出てこない。ちょっとこのまま育成してみますか、ヨーユキ。ある程度育成したら出てくるとかあるかもしれませんね、もしかしたら。ちょっと一回止めてみますか。はい、止めて、入って、もう一回育成。いや、ちょっと一回高級育成たんで。あ、関係ないですね。いや、何なんだろう。いや、もうこういうのめちゃくちゃ気になる。はい、育成値1万超えましたが、それでも出てきませんね。いや、そもそも育成炭じゃないのかな。例えば、じゃあ強い武器、いきなり揚々器に装備させたらどうなるか。これで戦力は上がりますよね。いや、でも出てきませんね、特に。ちょっと試しに少しだけ訓練もやってみますか。はい、スキル2を覚えるぐらいまで、はい、やってみましょう。別に出てきませんね。もうさっきの毛利元就ちゃんのサーバーよりは十分育成なんかも強くなってるはずなんですが、ちょっともうちょっと育成してきますか。ちょっと時間もったいないんで、高級育成炭で急いでやっていきたいと思います。いや、出てきませんね。さっきの VIP2 のサーバーの森ちゃんが3万ぐらい一番強いステータス育成してたんで、そこら辺目指してみますか。さあ、育成値3万超えましたが、出てくる気配ないですね。ちょっと育成続けますか。あれか、一番育成進んでるやつじゃないといけないとか、そうなってくると加工園？いや、もう加工園も超えましたね。あ、3万5000の緑ちゃんがいますね。ちょっとここ超えてきますか。さあ、ぼちぼち超えてきますが、一向に出てきませんね。はい、一回止めて。あ、出てきた。あ、そういうことですかね、多分。持ってるキャラクターの中で一番育成してるキャラクターの育成値よりさらに高い育成値を出すと出てくるんですかね。はい、戦力的には443万。緑茶の戦力はとうに超えてたんで、はい、戦力ではなさそうですね。なんとなくこの育成値超えたあたりで出てきたような感じありますね。はい、で、ここは610円と。ここ VIP7 ですが、さっきの VIP7 と同じですね。育成度合いはだいぶこっちの方が半分ぐらい低いですが、育成度合いなんかも関係ないのかな。レベルなんかもここ、これはご褒美だね。わかってるよ。可愛いかよ。レベルなんかもここ142と、さっきの VIP なの172なんで、そこより低いし、はい、じゃあ始めたてのめちゃくちゃレベルが低いサバ見に行きますか。はい、レベル23で、VIP0 と、はい、このトワーク育成していきますか。あ、まだ育成できない。あ、ちょっと、もうちょっとまともなサバ行きましょう。はい、ちょっと別サバで育成開いてきました。開きたての育成。さあ、これは出てきませんね。はい、一応メンバーの中で一番育成されてるのは東博で、その東博に対して育成がっつりやっていって、はい、デッキ内で一番強い東博作りましたが、いや、これは出てこない。はい、ここ VIP0 サバですね。ここの値に加減があるんですかね。はい、ちょっと高級育成単変えますか。ちょっとこまめに止めて、チョコメちゃんが出るタイミングがあるかどうか。さあ、そろそろ1万超えますが、1万超えても出てきませんね。一応覚醒もしてきますか。覚醒なんかも関係なさそう。うん。よくわかんないですね。はい、じゃあ、レベル99のサバで、VIP0 のところちょっと見てみますか。このサバ一番育ってるのは滝川一益。はい、1万育成されてますね。ここから育成スタートして、あ、出てきた。120円のやつ。はい、とりあえず無課金でも出てくることは出てくるみたいですね。で、育成値1万5000は超えてますね。3万は必要ないと。で、さっき VIP2 でやった毛利ちゃんのところが、レベル107で同じ120円だったんで、VIP レベルなんかも、ここら辺関係なさそうですね。試しにレベル101で、VIP5 の検証サバ、一番育ってる上杉謙信育てていきますか。さあ、1万5000超えるぐらいで一回止めてみますか。あ、出てこない。はい、1万6000。違いますね。さっきの基準に近づいてきましたが、一向に出てきませんね。さっき1万8000ぐらいでしたっけ、育成値。あ、出てきた。あ、1万8000がラインにありそうですね。出てくる。あ、で、120円。ん、これは、はい、こちらに関しては、レベル101で、VIP は5なんですが、はい、120円出てきましたね。ということは、これ、VIP レベル関係ないですね。はい、あと、無双神器の吸収、なんかもう、どうやらやってると、あー出てくるみたいですね。はい、出てきました。別にレベルが上がった瞬間に出てきたっていう感じではないんで、おそらく使用回数とかですかね。無双神器の吸収個数とかですかね。で、出てくるんですかね。あー、測り方として使った数っていうのはあるかもしれませんね。はい、と思ったら、廃課金編ですぐに無双神器使って出てきたんで、で、しかも報酬のランク高いんで、あんまり使った数で報酬ランク変わるっていうのは関係なさそうですね。無双神器レベルもさっきのとこと同じぐらい、レベル28ぐらいで出てきたんで、いや、これはVIP レベル関係してそうな感じありますよね。はい、SKG メンバーの調査によると、育成7割5分ぐらいやったとこで、1000の育成単だけじゃなくて、高級育成単3000も出たと、はい、ような情報が入っていたり、あ、出てきた。同化が足りない。これがおすすめ。あ、同化が足りなくなったんだ、今。神器の吸収って同化足りなくなって、はい、ここ2つ目の同化の購入も出てきましたね。いや、これは買わん。あ、こんなのもあるんですね。はい、細かいルールは結局よくわかりませんでしたが、今回出たやつとしては、まず1000両育成単に関しては、1万2000円のコースで3000元宝と300個の1000両育成単と、3680円のコースで710個の元宝と、120個の1000両育成単。で、610円のコースで305元宝と20個の1000両育成単。120円で60元宝と10個の1000両育成単と、いうことが確認でき、ここ VIP レベルいろいろバリエーションあるのに、中身同じみたいなやつがあったりして、あんまり VIPレベル影響してないのか、VIP5 とか6までは120だとかっていう風に決まってるのか、ちょっとはっきりしませんが、育成値なんかが低かったら出方変わるんですかね。一応 VIP レベルとの相関関係はないことはないので、なんとも言えないとこですが、これの一番安いやつなんかは1万8000ぐらい育成値上げていくと出てきましたね。はい、ちなみに1000両育成単の課金効率としては、はい、こんな感じで今回、スーパーお得パック大と中と小と、極小と、それぞれ1万2000から120円のやつで、元宝が3000から60元宝っていう感じでもらえて、はい、で、あと1000両育成単なんかは300個、120個、20個、10個と、はい、もらえており、その他の1000両育成単がゲットできる課金イベントなんかと比較してみると、結構見た感じ、特に今回120円のスーパーお得パックの極小のやつなんかが課金効率めちゃくちゃ良くて、はい、3.75 と、はい、これ普通に、ハッピーギフトだとか、あれぐらいの課金効率と同じぐらいなんで、めちゃくちゃ課金効率いいですね、これは。一応スーパーパックっていう、毎月終わりに来る、3680円のランダムで景品が当たるやつで、1000両育成単が当たった場合もかなり高いですが、これはランダムなんで、はい、もし出たら運がいいねって感じなんですが、それと同じぐらいということで、この120円のやつはだいぶ買いですね。で、その次を追って中と小と、はい、610円と3680円のやつもまずまずで、で、大のやつが一番課金効率悪かったですね。このゲームではよくある課金効率の落ち方。はい、あと、たぬき割引で9割引きが出た時の1000両育成単が 3.75 ということで全く同じになってるんで、たぬき割引の9割引きぐらいだとこの120円のやつは思ってもらえれば OK ですね。で、中と小に関しては、たぬき換算で言うと7と8割の間ぐらい、はい、といったところでしょうか。はい、その他確認できたのは、無双神器の経験石、神器のレベル上げしてたら出てきたやつ、まあこれは2段階しか確認してませんが、もうおそらく4段階ぐらいありそうですね。で、同化に関しても120円の一番低いやつしか確認できてませんが、まあ条件わかりませんが、どうか枯渇する条件な気がするんで、廃課金とかだとちょっと枯渇させるのが難しいってところがあって、確認できてませんね。まあここら辺なんかもそこまで欲しいようなアイテムでもなさそうなんで、もしいいのがあったら、この動画のコメント欄なんかに追加で新しい情報入ったら書いてきますんで、まあ、必ずコメント欄も見てみてください。はい、じゃあ最後にリジュちゃん、UR アバター1000出てるんで、はい、早速投票しましたが、いや、マジで大人になりましたね、リジュちゃん。なんか仕草とかも含めて、でも若干子供の頃のいたずらっ子っぽい感じ、表情に残ってますね。いや、すごい短い時間に大人っぽい表情と、子供っぽい表情の2つ切り替えてくるのがめちゃくちゃナイスモーションですね。で、あと関係ないんですが、手前にあるバレーボール見るとどうしても張飛ちゃんが頭に思い浮かぶ。いや、張飛の MR アバターとかも楽しみですね。はい、で、また奥義も追加されてますが、まあこれ MR は多分対抗棒でしょうね。で、この前の UR アバター1000リリースした時は奥義絡んでなかったんですが、この後から絡ませるのやめてほしいですね。いや、奥義に絡むと分かってれば取るんですけどね、こうやられると逃しちゃうんで。さあ、スキル的には、はい、スキル1が4名に 700% の攻撃に知力値ベース防御無視攻撃を乗せてくると、知力値ベース防御無視攻撃が2次化で加わりましたね。で、敵の HP が 50% より高い場合ダメージが倍になると。で、最後攻撃後 100% の確率で3ターンの間敵を毒状態にさせるっていうことで、はい、一番肝心の毒の機能については UR の時と全く同じと。はい、ちなみに攻撃をミスってしまった場合にはこんな感じで毒を付与することができませんでした。まあ、ここも一緒ですね。で、スキル2の方も敵範囲に対して攻撃していって、敵が毒状態の場合には 600%× 毒の残りターン数の砲術ダメージが加算されるということで、まあ毒が3ターンだった場合には最大 1800% までの攻撃が加算されて 2400% になるっていうような感じですかね。で、最後に全ての攻撃をした後、残り HP が最も高い敵に総ダメージ 300% のスプラッシュダメージを与えるっていう、まあスプラッシュキャラクターにリジュちゃんはなってるので、まあ意外とこのスキルになんかは MR アバ化した場合に防御無視攻撃なんかが乗っかったりしたら強力になる可能性ワンチャンあるんですよね。まあちょっと毒がね、他のメンバーと相乗効果はなかなか対人戦なんかでは組めないんで条件厳しいですが、まあリジュちゃんめちゃくちゃ好きな人は無理やりこれ作り込んでくる可能性ありますね。まあ条件難しいんで、攻撃力ベース防御無視攻撃とか知力値ベース防御無視攻撃なんかを MR アバ化した際には強力なやつ乗せてあげてもいいんじゃないかなって個人的には思いますね。まあですが、現2次の段階ではそこまで飛び抜けてこのキャラクター取った方がいいよっていうような性能になっていないので、まあ毒キャラクター欲しいのであれば、課金してるプレイヤーの方であれば VIP6 の大使時だとか、課金控えめな人は SSR のリジュシャンだとか、核のようなキャラクターがいたりするんで、まあ毒キャラクターに関してはそこまでお金だとか原本を大量に使う必要はないっていうのが基本的なスタンスですね。はい、どうでいかがだったでしょうか。まあちょっとこのお得パックの方が謎が多いですが、まあ情報増えていき次第下のコメント欄に書いていきますので、そちら見てみてください。美課金のプレイヤーなんかはそこまで積極的に課金していく必要があるっていうような課金イベントでもなかったので、まあよっぽど課金に余裕がある人以外はスルーで OK なのかなっていうような気もしますね。はい、どうして最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方は、この動画の概要欄にある URL から YouTube メンバーシップの動画の方も覗きに来てくださいね。はい、それでは。On all of you, get ready to stop. When I say stop, don't move. When I say stop, hold it down. Os.